スープレックス、パワーボム。残るのはあの男の指示通り、この男の両腕を粉砕することの。何？10分、時間だ。僕たちの戦いはまだ終わらない。こいつだ。間違いねえ。理屈抜きで体が理解してやがる。こいつが執行部のトップか。たかだか80人程度を相手に1年の肩を借りねば歩けんとは何たるざまだ。クズめ、やはりお前は高柳家の恥だ、正隆。兄さん。兄弟？邪魔だ。神楽坂。オーケー。いいの？最後までやっちゃって。好きにしろ。合格だ、ボブ・牧原。私はお前を高く評価している。お前は不幸だ。有り余る才能と素質を持ちながら、研ぐ者がいないがために朽ち果ててゆく名刀のようなものだ。私のもとへ来い。夏目にはお前を研ぐ力量などない。この私がお前を学園最強の刃に鍛え上げてやろう。一体何言ってやがんだ、てめえ。大体てめえは何なんだ。我が高柳家は、戦国の世の時代より、日本のすべての武を掌握し束ねてきた。真の武を志す者なら、高柳の家紋を無視することは許されん。わけわかんねえんだよ、てめえは。あいにく俺にはそんなことは関係ねえ。それより、てめえらはやっちゃいけねえことをやった。俺は絶対てめえらを許さねえ。現状でも満足というのなら強制はしない。だが、このままでは貴様は一生凪宗一郎に追いつくことはできないだろう。もう一度言う。ボブ・牧原、私と共に頂点を目指せ。お前には波動こそがふさわしい。俺は。
千秋。ボーブ、何ビビってんのよ。男の子でしょ。あんたは絶対に強くなる。マヤちゃんもアヤちゃんもなっちゃんもみんなわかってるよ。それに何より私があんたのこと一番信じてる。いいじゃん、ボッコボコにされてきなよ。いつか100億倍にして返してやろうぜ。うん。千秋、おめえは本当にいい女だ。正直とてもじゃないが勝てるとは思えねえ。だがよ、惚れた女が後ろで見てんだ。無様なまま終わらせやしねえ。神楽坂さん、ん？僕、あいつら見てるとあなたたちの気持ちがわかりますよ。あなたたちは怖がっている。叩いても叩いても立ち上がってくる雑草のしぶとさに本能的な恐怖を抱いている。見せてあげますよ、本気になった僕の怖さもね。なんだ、なんなのだこの違和感は。違う、一度倒れてからのこやつはまるで別人だ。おのれ、愚弄するか。何バカな、俺の打突がこの至近距離でかすりもしないだと。これが龍が、まるでこの女の思う通りに俺が動かされているように。何を笑う。俺が地面に這いつくばっているのがそんなにおかしいのか、それとも自分の圧倒的な戦力がそんなに楽しいのか。見かけからこんな笑い方をする女とは思っていなかったが、なんと妖艶で傲慢で無邪気な笑い方をするの。これではまるで、あやはな、子供じゃ。まあ、そんな当たり前じゃないか。普通ならそれでよい。だがあやつは龍眼の使い手。龍眼は相手を丸裸にする。木、火、土、金、水。つまり、この世のあらゆるものを情報化することで、未来を予測し、過去をイメージとして再現することができる。ふーん。わしとお主のキスシーンも、どうやら見られたっぽいぞ。と、ここじゃ。この先の屋上に、アヤはいる。よし。小僧。ん？ここから先は、お主一人で行け。アヤは今、人生で最大の苦戦を強いられておるじゃろう。わしでは力になれん。そんなに強いのか、タガミってやつは。学園でも十子に入る強豪じゃ。だが今、アヤが戦っておるのはタガミではない。龍眼という自らの巨大な力、巨大な牙と死闘を演じているはずじゃ。龍眼に限ったことではないが、巨大な力の前では表面の道徳や価値観など紙くずのように剥ぎ取られてしまう。残るはその人間の本質のみ、自分自身との戦いじゃ。あやつにはまだ荷が重かろう。傍らで支えてやるものが必要じゃ。
小僧、お主にとっても他人事ではないぞ。やがて訪れるお主自身の戦いは誰のものより激しく過酷なものになるじゃろ。総一郎様、倒しましたよ、執行部の幹部の一人。大丈夫、死んじゃいないと思います、多分。幹部って言っても弱かったんですよ。動きなんかほとんど止まって見えて、次の攻撃もバレバレで。私、戦ってこんなに楽しかったのは初めてです。人を殴るのがこんなに楽しいなんて。最低ですよね。お前、泣いてるのか？はい。本当は、聞こえていたんです。力にねじ伏せられた私自身の声。でも誰かが言うんです、力を使え、世界はお前のものだって。そしたら相手がアリがゴキブリみたいに見えて、また殺せ、死ぬって。そうしたら私どうしよう、あの人死んだかもしれない。そんなつもりはなかったのに、私はただ総一郎様と一緒に。おっちゃん！生きてるぜ。お前、マジの喧嘩はもしかしてこれが初めてか？あ、多分。なら喧嘩の大先輩として一つアドバイスしといてやる。俺は喧嘩の最中には余計なことは考えねえ。ぶっ殺す。ただそれだけだ。そうじゃねえとやられちまうからだ。相手にじゃねえ、自分自身にだ。喧嘩ってな、ビビったやつの負け。たとえ相手をぶちのめしてもビビったら負けだ。ボコにされても、どんなひでえ目にあってもビビらなきゃこっちの勝ちなんだよ。これがマジ喧嘩の唯一のルール。忘れんじゃねえぞ、アヤ。はっきり言って、今回はお前の負けだ。次は勝て。勝って笑え。総一郎様。自分に打ち勝つ強さを持て、という意味なんじゃろうが、妙な励まし方をしよる。ま、あやつらしいが。なんとも損な役回りだな。え？夏目。ストレスは美容の大敵だぜ。無理はいかん。無理はな。意外じゃな。お主も来ておったか。おいおい、どうでもいいけど、父を俺に向かって突き出すなよ。狂気なんだからよ。俺にとってお前の父は。俺がこの世で勝てねえのは、シイタケとお前の父だけだぜ。やめんか、このセクハラ大魔人。その言葉が本当なら、どれだけわしも楽か。俵文七、
わしらと執行部の争いにはとんと無頓着だったお主が、今さら何をしに現れた。三つ臣の馬鹿の手先となって、我らを狩りに来たか。言っておくが、あの二人には決して手は出させぬ。この体でどこまでやれるかわからんが、おそらく、今の銃剣部でこやつとまともにやり合えるのはわししかおらん。まあ、待て。どうやら下のフロアの喧嘩終わっちまったみたいだな。連中もう引き上げの支度始めてるぜ。いいか、歩けるやつは自力で帰れ。タツに見つかっても学生の名前は吐くなよ。ちゃんとそっち持てよ。3番解散。なあ、もう泣くなって。苦手だこういうのは。違うんです。ああ、どうしよう、おでこ触られちゃった。初めて総一郎様から触ってくれた。すみません総一郎様、もう泣きません、大丈夫です。おまじないですよ、おまじない。次はもう負けません、勝って笑います。でもいつかは総一郎様からもしてくださいね。あ、それとお姉ちゃんと総一郎様がキスしてたことなんですけど。あれはだな、なんていうか、あれは何も。あや、小僧、下の階の様子がおかしい。高柳とボブが心配じゃ。行くぞ。負けないよお姉ちゃん、これだけは絶対にね。あれはだな、気を使えるようになった小僧が調子に乗って気絶してしまったので、仕方なくわしの気を送り込んでカツを入れとっただけじゃ。お主も分かっておろうが。そう、私は分かってる。分かっていないのはお姉ちゃんの方。お姉ちゃんはいつもそう、何でも分かっているつもりで、肝心の自分のことは何も分かってない。だから私が教えてあげるの。総一郎様は絶対渡さないよ。待ってください、総一郎様。はあ、そっくりじゃねえかあの子。昔のお前に瓜二つだぜ。あやつにはわしのようにはなってほしくはない。そのためにもこの血生臭い争いをわしらの代で終わらせてしまわんとな。で、結局どうする、やるのか。うん、喧嘩はパース、いてえもん。神楽坂、先に降りて私のバイクを暖気しておいてくれないか。3分で私も行く。Yeah.